さて、それでは、常務会審から見る船橋の郷土地について質問します。12月5日まで、飛び野台史跡公園博物館で、船橋の一番暑かった時、縄文時代の前期の地球温暖化が開催されております。私も見に行きました。干氷期であった13万年前の温暖化の時期には、三浦半島と房総先端以外の関東平野はほぼ全体が江東京湖という、東京湾という海の下にありました。当時フィリピン海プレートが日本の東湖を乗せているユーラシアプレートに潜り込み、その時フィリピン海プレートの上の堆積物が付加帯として盛り上がり、全湖海嶺、全湖立地を形作り、今の三浦半島、房総半島の丘陵地になりました。その後、全湖海嶺と東湖の間に堆積物で平らな全湖海盆が形成され、海水面が下降し、今の関東平野になったわけです。関東平野形成の歴史の一端がこの地図からも分かります。そして現在の船橋の地形や防災を考える上で重要なのは縄文海進です。この縄文海進の時に、長津川、国と、江戸川国があったわけですけれど、そこに水が入ってきた、海が進出してきたわけですね。さて、このような形で考えると、例えば今、船橋の残っている何々台という地形と、あるいは貝塚という地形が残っております。こういう地形を考える上でも、あるいはこれから地球温暖化の影響を考える上でも、地元に愛着を持つ上でも、このような企画展が非常に大切だと思いますので、今回の開催に至った経過と、今後の展示の活用についてはどうお考えでしょうか。障害学習部長。飛び野台史跡公園博物館では、昨年度より1万年以上続いた縄文時代の早期、前期、中期、後期のそれぞれの時期に焦点を当て、テーマを選び、順に開催するというコンセプトで周期企画展を開催しております。昨年度は変わる生活様式、船橋の縄文時代早期を開催し、国史跡となりました約1万年前の鳥掛西貝塚を中心に、誘導から定住へなど生活様式の変遷をご紹介いたしました。今年度は船橋の一番暑かった時、縄文時代前期の地球温暖化として、現在より2、3度気温が高かった時代をテーマに企画展を開催したもので、市内外の方から考古学ファンに限らず、大変ご好評をいただいております。議員のおっしゃる通り、地球温暖化が過度に進んだ場合の海水面の変化を考える上で参考となる展示と考えておりますので、企画展の終了後は展示で使用した資料の一部を飛び野台史跡公園博物館の常設展や学校等への貸し出し用教材として活用するなど、博物館の調査研究により得られた成果を広く市民の皆様に還元してまいります。残り42秒です。はい、朝倉議員。はい、この縄文海進における地図と、実は、浸水想定地域、千葉県が海老川水系治水プロジェクトで発表した浸水想定地域の地図が非常に一致してるんですね。そしてちょっとこの浸水想定地域の地図において、海老川上流町づくりについて一切言及がないと思いますが、これはどうなってるんでしょうか。また、仮に、メディカルタウン構想がそのまま進められたときに、この地区がコンクリート舗装化され、水の浸透性が低下することが古い地形からもちょっと危惧されますが、これよりも下流域の海老川流域や市場や本町、宮本や港町の水害危険性について、与える影響についてどうお考えでしょうか。都市計画部長。お答えいたします。海老川上流
土地区画整理事業区域につきましては、市の洪水内水ハザードマップ上、想定しうる最大規模の降雨、揖斐川水系の場合9時間で総雨量516ミリの雨でございます。その際、浸水想定区域になっておりますことから、可能な限りの浸水対策を実施する予定でございます。内容といたしましては、まず土地区画整理事業区域内の雨水管につきまして、時間約50ミリの降雨に対応した整備を行います。また調整池につきましても、河川管理者である千葉県の指導により、時間70ミリの降雨に対応した整備と河川への流出抑制を行います。さらに区域内を流れる2級河川狭間川につきましては、2級河川揖斐川水系の整備計画により、時間約50ミリの降雨に対応した河道の整備を千葉県が行います。合わせて宅番のかさ上げ等の浸水対策を実施してまいります。また下流への影響ということでございます。こちらにつきましては、今申し上げました通り、県の指導に基づいて調整池、県の指導等に基づきまして、雨水管調整池等の対策を行いますので、このまちづくりにより影響はないものと考えております。以上でございます。下水道部長。所管事項についてお答えいたします。揖斐川上流地区の区画整理機内につきましては、揖斐川水系流域治水プロジェクトに含まれておるか、おります。流域治水というものにつきましては、あらゆる関係者が共同して流域の治水対策を進めていくという考え方であることから、今回組合が実施する区画整地内の調整池等の整備につきましても当然含まれているものと認識しております。以上です。都市計画部長。答弁訂正をさせていただきます。先ほど私、このまちづくりにより下流部への影響がないというふうにお答えしました。正確にはこのまちづくりにより下流部への浸水被害が増すことはないということでございます。訂正させていただきます。